今日は、再びキッチンから。うん。ね。Coffee and 10 questions。10 questions。10個ね。そう。うん。前は、前回は20だったけど、今回は10問で、こう、うん、こう、キュッとまとめて。キュッとね。そう、うん、分かった。10問でいこう。そう。で、うん、今日のテーマは、海外に住む。海外に住む。うん。オッケーオッケー、自分にとってもこう大きいことだね。うん、答えていく。オッケー。まず今ベルリンに住んでるじゃない。うん。ベルリンに住んでどれくらい？ベルリン住み始めて、うん、2015年から来てるから今2020年だからもう5年になるよね。もうね、だから結構長いような短いような、うん、そういう5年。うん。で、今までベルリンに来るまでにもいろんなところ、うん、行ってたと思うけど、うん、今まで住んだ国は？あ、今まで住んだ国は日本、フランス、今のドイツだよね。うん、そうだね。で、まずどうして、これは結構大きい質問なんだけど、どうして海外に行こうと思ったの？いや、もうそれはもうアレツがじゃあね、もうパリに行くってその時決めてたんだよね。決めてた。だから俺もいろいろ考えたけど、まあアレットを続けていこうと思って、僕も思い切ってパリに出た。それで今に至るって感じだよね。いろいろあったけど。そうね、うん、で今はそのパリからベルリンに、そうだよね、うん、来たけど、ベルリンの一番最初の印象は、うんうん、もうベルリン、まさにその一番最初の印象って、車でパリからベルリンに引っ越してきたんだよね。うん、もう荷物が多くて、で、まあ、着いてその日にもう僕周りもお腹かしてベルリンに着いて、でそのままなんかもうピザ屋さん食べに行こうって、夜遅かったけどやってるピザ屋さんがあって、うん、そのピザ屋さんが安くて美味しかった、うん、それが一番びっくりした。あ、安くて美味しいんだみたいなね。うん、パリ高かったからね。あ、そうだよね。そう、うん、確かに。で、それでベルリンに着きました。うん、で、ベルリンに住んでみて、うん、ここが、ベルリンのここが好きだなって思うところは。あ、好きだなってポイント？うん。あ、もうね、いつも思うんだけど、困ってる人がいたら助かるの、ベルリンの人は。例えば、重そうな荷物抱えてるお母ちゃんがいたら、まあ、重い荷物をこう持ってあげたりとか、ちょっと足が不自由なちょっと車椅子乗ってる人がいたらちょっとこう助けてあげたりとか、そういう小さい親切がそこら辺にあるよね、ベルリンは。そうだね、うんうん、で逆にここが嫌だなと思うところは、うん、汚いところがあるね。特にビール瓶が割れてこう散らばってたり、ガラスのかけらがわーってこう転がってたり、ちょらちごわびな、ちょらちあんま好きじゃないよね。そうだね、うん。でさ、それで日本に住んでた時の自分と今の自分と、うん、こう一番変わったなって感じるところは？もうはっきりね、自分の気持ちをはっきり言うようになった。これは嫌だ、これはいい、これをやりたい、これをやりたくない。なんか日本にいる時ってそれをちゃんと自分の考えをこう言うのが苦手だったんだけど、こっちに来てからもうとにかく苦手とか言ってられないからね、言うようになった。そこらかな、自分が変わった部分。うん、それはね、私もね、見てて、そばで見てて、それは感じる。うん、なんか違いを感じる。だよね、そうなるよね。で、次にベルリンに来て一番驚いたことは？一番驚いたことはね、あのドイツっていう国に対するイメージが180度変わったのね。もうもっと僕のそれまでのドイツに対するイメージってもっとこう綺麗でモダンでシステマチックってイメージだったの。もちろんベルリンもそういうとこはあるんだけど、そうじゃない部分が多くてね、廃墟とかグランジとか、なんていうんだろう、もうシステム化されてないところとか、結構フリーダムの部分が多くてびっくりしたね、それは。うん、いい意味でも驚くよね。うん、いい意味でも驚く。で、今いろんな国に住んできて、海外で住むのに一番必要なものって何だと思う？これいつも思うんだけど、楽観的な部分と悲観的な部分、この2つの楽観的な部分っていうのは、
なんだろうね、もうどうにかならしゃって気持ち。でも悲観的な部分っていうのは、常に何かあった時にこう備えておくっていう気持ち。もう来月の家賃とか払えないとか、そんなことあってはならないから。だからこの2つの面を両方持ってないとダメって。だからいつもあれちゃうとね、こうやって話し合うよね、そういうことは。うん、割とチームワーク。うん、チームワークに、僕が楽観的な時は、あれとか悲観的じゃん。悲観っていうか、まあそう、まあまあまあ、なんていうの、でもリスクヘッジだよね。そうだね、考えて考えてみたいな。そうだ ね, ね。でもあれが楽観的な時は僕がそういうふうになったりする。こうお互い交互にやってる時あるよね、そういうのあるね、うん、それでなんか成り立ってるよね。成り立ってる。で、今後ベルリンでの自分の課題はなんかある？なんか自分が思ってる、こうし今後こうやっていきたいなって思うこととか。もっと自分がやりたいことを明確に言葉にする。自分が思ってることを明確に相手に伝える。それをじっくり思ってあげていきたいなと思う。僕、それが僕の一番ね課題、うん、かな。 OK、 それで結構今ので10問なんで、結構10問だけどシンプルで結構面白いね。こうコンパクトだけど大事なことを伝えられてる感じがする。それはそれでね、うんね、うん、なんかまたなんかいつものさ制作動画とはまたちょっと違う感じでいいんだよね。違ったね、うん、そうね。はい、今日はこんな感じで、見ていただいてありがとうございます。ベルリンからです。